よーし、いやー、終わった終わった、マジできつかった、もう死ぬかと思ったじゃない、死んだわ一回。はい、いやごめんなさい、そう言うとちょっとね、死者への冒涜になってしまうので、死んではないんですけども、死にかけましたね。最後が9と、もうこのままゴッドステージ行きましょうか。9ね、ちょっと待ってくださいね。9365、これでいいのかな。でもやっぱりあれなんですね、激怒雷神鬼の EX とは違うって感じですね。じゃあはい、ごめんなさい、なんかねちょっと説明がかなり複雑そうなので文字付きにしたいと思います。はい、最後の青鬼が現れた、3分間逃げ切れということで、ゴッドアウンですねこちら。はい、で攻略のコツ、普通の技というのがあるって、普通の技ってどういうことなんだろうと思って、まあ直線的に加速すると、はい、止まったら斜め移動、まあまあまあこれはフワッティみたいな感じですよね、斜め移動で巨大化もしてくると。でしぼんでる時に距離を開くってことは、大きくなったりちっちゃくなったりするっていうことだよね。うん、なんかトライアングル青鬼とか、クモ鬼かの場合はずっと大きくなるばっかだったけど、まあちっちゃくなったりもすると。で端の方で待機、荒ぶる場合は端の方で待機ね。オッケーオッケー。で、直線の時ってなんだ、直線ってなんだ、直線。直線的に加速するとどう違うんだ、端の方で待機。わかりました。で、これ、こっからこれ、必殺技ってのがあるんですよ。ブルーキャノン。はい、ブルーキャノン。小さい自分の分身を全方向に発射する。コツ、端の方でチビチビ避ける。了解でござる。基本端ね。ブルーアタック。斜め移動じゃないと追いつかれる加速をする。斜め移動じゃないと追いつかれる加速ね。対角線上斜め移動。OK です。ブルーメロ。全方向から3発ずつ弾を出す。大胆に避ける。よくわかんないけど。ブルーアタック2。わかんない。長いよ、これ。小さい青鬼を直に向かって発射する。コツ、ぐるぐる回る。まあ、多分見たらわかるでしょう。ブルーボム。大爆発するボムを投げる。目で見る。ちょっと待って、やばくない？これ、ちょっと待って。ブルー調で最後だけ見ちゃったんだけどさ、すべての技を休みなく放ってきます。コツなんてない。もうやってみよう。やってみます。皆さん先に言っときます。多分今回でクリアはできません。はい、ごめんなさい。なんかこんなネガティブなこと言っちゃあれなんですけど、でもまあ、とりあえずまあ、体験しておくという形でいきたいと思います。パスワードが。9365ね、9365。いきます。ちょっと、パスワードは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 、な、パッ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 、必殺技貼ってる、ああ、なに、ブルーメロ、わ、やばいやばいやばい、ちょっと、バラ、大敗、端っこ、端っこ、ブルーメロ、ウィー、ブルーメロの攻略をなんだっけ、やばい、これ絶対、わお、あ、でかくなった、でかくなった、でかくなった、とりあえずぐるぐる回る、ぐるぐる回る。で、しぼんだときに、でかくなった、でかくなった、でかくなった。いや、でも、でかいのはまだ避けやすいのでは？でかいのはまだ避けやすい。オッケー。でかいのはまだで避けやすいぞ。いいぞ、いいぞ。いい感じ、いい感じ。これ3分でしょ？ 3 分逃げ切る。いやー !3 分逃げ切るんでしょ？ほら、ブル、来た、来た、ブルーミサイル、いい、なにこれ、ミサイル撃ってくんだけど、待って、待って、ミサイル、やったー、早い早い早い、斜めじゃないと無理、これよ、まずいよ、やばいよ、これま、これま、ま、ま、誰、なんだ、次はなんだ、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 端っこがいいんじゃないこれ、なんか、多分なんか、あれ、ばらける、出たー、ブルーパワーアタック、なんだ、それは、なに、なに、怖い、怖い、怖い、大丈夫、斜めだったら避けれるんじゃない、これ多分、これ多分斜めだったら避けれるってやつでしょ、これ大丈夫、これはね、僕、斜め移動はすぐ覚えたので、いける、このブルー、なんちゃらかんちゃらってのはいける。なんかわかんないけど、名前忘れたけど、いける、オッケー、あい、あー、うわ、うおー、なにこれ、無理よ。じゃあこれ次3回、最後にしましょう。はい。で、次これを3、ちょっと待って、これ3分やるんですよ。とりあえずね、とりあえず今回は、今回、多分ね、長い戦いになると思うんだ、このゴッド。あ、お兄さんはね、大丈夫、大丈夫。これ最、必殺技がやばいだけだから、ここはまだいけるさ。大丈夫、ね、何も問題はございません。この直進大丈夫だね。これ自体は出た、ブルル、無理無理無理、ちょっと待って、ちょっと待って、ブルーレーザーのコツなんだ、ちょっと見よう見よう、読みますね。ブルーレーザー、口から大量のレーザーを出す、コツ、避けつつ左下に行き撃つって何？
レーザーが連続で出る。避けつつ左下に行き、撃つって何？撃つってなんだ？とりあえず左下に行けばいいんだね。OK です。わかりました。はい。ブルーレーザーなったら左下に撃つ。はい。いや、これかなりやばいことになりそうなんですけど、まぁ、ちょっと結構これはね、実は必殺技、まぁ先ほど見たと思うんですけど、12必殺技があるんですよ。で、しかもブルーエンドっていうのが多分全ての技を休みなく打ってくるってことなんで、まぁ、かなり死にゲーだと思うんですけど、かなり長いことになると思いますけど、このゴッドアオに、良ければ、ゴッドアオに挑戦、何回も見ていただけると嬉しいです。はい、もちろん、クリア、毎回クリアする気持ちでいきますよ。でも多分ね、これね、多分ね、1年かかるんじゃないかなって思ってるぐらい、あれなんで、3分か！いやでもこれをやることによって多分僕ね、青鬼のスキルが非常に多分高くなると思うんですよ。だちょっとこのゴッド青鬼をやりつつ、実はですね、他にも青のと、実はなんか40回、30回ぐらいまで作ってくださってる方がいるんですよ。だその方のゲームをやりつつ、こちらゴッド青鬼も挑んでいきたいと思いますので、よければ、見てくださると嬉しいです。はい。ということで、じゃあ通常ステージ行きましょう。つえーよし、ということで、じゃあ、青鬼オンラインやっていきたいと思います。いや、ゴッド、ゴッドアオニがちょっとあれはかなり長くなりそうな気がするからね。まあでも、まあ逆に言うとね、まあすごい楽しめる。すべての必殺技見てみたい感はある。ミサイル、レーザー？今だとなんかミサイル、レーザーとなんか変なって言ったらあれなんだけど、なんか、その、すごい大量の弾、すごい素早い弾が飛んでくるっていうのはなんか見たけど、最初はなんとかなりそうだね。その必殺技出すまでの間、多分、まあ、今のところ多分全部僕必殺技でやられてるのかなだと思うんですけど、3分ってことは、まあ、まず通常の攻撃があって、必殺技があって、で、また通常攻撃に戻って、また必殺技っていう形だと思うんで、通常攻撃はなんとかなるかなとは思うので、あとは必殺技をどれだけパターンを覚えて避けれるか多分、レーザーとかも、ずっとやり続けてればなんとなくパターン出てくるから、出るときに、まず、レーザーって出るじゃないですか。必殺技。だから、あ、レーザーだって言ってすぐ左下行こうとかなると思うんだよね。あ、ドデカバタか、そうだ。行きましょう。よろしくお願いいたします。さあ、レディ。クジスよし、行きましょう。おー、素晴らしきかな、この、ランランランさん。私は毒気はないよ、申し訳ないけど。アイガスマスティン、残念ながら。ちょっと待って、赤が来たら困る。ちょっと青のプレイヤーさん来てください！ボットじゃないです！ああ、これはやられるか？ダメか？青のプレイヤーさん来た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 ！あともう一人、あともう一人来ればダメか？これはダメか？いや、来た来た！たくまくん！たくまくん、ありがとう！よしよしよし。あとは早くもう一人来てくれ！ボットじゃない、ボットじゃダメなんだ。たくまくん、このまま、よし、来た来た来た！ああ、違う、ダメ。いや、でも、ま、赤に止め、取られるよりはいいと考えるべきか？ちょっと待って、みんな止めて、ダメ、攻めて、そう。赤に取れさせちゃダメだから、ドッキリギリギリまで待とう。うん。これはね、仕方ない。これはね、ダメージ受けるの仕方なく。ちょっと待って、赤、ダメだってみんな行ったらダメだって！ああ、ダメなのに！ちょっと、ああ、集められた。ギリギリまで待たねばならぬのだよ、ああいう場合はね。まあでもそれはもちろん、ね、なんだろう。それ、命は大切だが、今のとこは我慢せねば。いやでもまあでもそれは言えんよな、あんまり。ドデカバタが出現した。どこだ？これいるね。行こうか、こっち。ドデカバタ、あっ、うね！ドデカバタどこだ？とりあえず、取るか。とりあえずガスマスク取って。あっ、ちょっと待って、ワードが ごめんなさい。ちょっとひどすぎるので、もう一試合やります。ちょっとダメだわ。そうか。やっぱり、そうだよね。人数ゲーになってしまう。そして、もっと青鬼から逃げないといけなかったな。いや、完全にパニックってしまった。でも、問題は1個目、2個目だよね。1個目は結構見つけやすいというか、あれなんですけど、2個目がね、やっぱり毒切りが来てる。から、毒霧の中にあるかもって考えると、なんか探す気が、ちょっと薄れてきてしまう。一番まあ、集めやすいのは多分あれじゃないかな。畳とかがあるところで、クモーニだったかなが、今だとガリオニか。ガリオニのところステージだと思うんですけど、ちょっとこれがガスマスク欲しいかな。で、現在青が優勢、オッケー。
あー、なるほど。オッケーオッケーオッケー。いきます、いきます、いきます。いいよ、いいよ。あそこに出てきてくれるの最高では？青が優勢。させないよん。ちょっと、もう一人来て。あれ？あ、ボットなのか。これ。なるほどね。オッケー、ケンスケさん。これはプレイヤーさんでしょう。大丈夫。コインがあると大体プレイヤーさんなんだよね。で、ハートの人も、ハートの人が、まあ赤と。いいよ、いいよ。でもこれは勝ってる。これ勝ってる。いいよ。素晴らしい、素晴らしい。そして5本も入手していく。どうだ？ 30 本！よーし、288は OK！ あとは、プレイヤーさんにやられないように。で、ここ探しやすいんじゃないかな。結構。下だ。今度多分下。上になかったから。ほんと下手。はい、ということで、うん、今回ちょっとごめんなさい。この辺りで終わりたいと思います。ちょっとダメダメですね。今日ちょっとダメダメだ。もう本当にダメダメだ。ごめんなさい。じゃあお疲れ様でした。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、ベルマークもよろしくお願いします。ちょっともっと練習します。ごめんなさい。じゃあお疲れ様です。バイバイ。